絶好調に。おはようございます。毎日面白いことが起きてる毎日面白いことが起きてる今日この頃ですな。よし、ちゃちゃっといっとこう。今日の朝の鴨明さんのお題は何人兄弟ですかって。で、良かったこと2つ、まあいっぱいあるんですけどね。何人兄弟ですか。7人兄弟の末っ子です。でね、末っ子っていうとね、なんか甘えん坊さんって、まあまあ甘えん坊さんですけど、まあちっちゃい頃ね、兄ちゃんたちにいつもにそれを言うとね、お前そんなんしてねえって言われるんやけど、兄ちゃんたちにいじめられて、いつもいつもあの外にいて、お母さんがね美容師をして、あの夜帰ってくるのが遅かったので、いつも外でお母さんの帰ってくるのを待ってましたね。家におるとなんかガンガンこう言われるんでね、言われて、なんですかね言葉が出らん、こき使われるんですよでちょっとでもあの不機嫌な顔をするとね、殴られたりするしねそう、そんな感じやったんやけど、まあタフにだから育てられましたね。で今はもうめっちゃいい、仲のいい、すごい優しい兄弟、みんな優しい兄弟なので、でだから幼い頃の話をすると、そんなんした覚えねえって言われるんですね、そんないい兄弟、いいことは、いっぱいありますね。いろんなことを学ばせてもらえてる、兄弟に。でね、よくまあ夫婦がこう人生の学ぶいいパートナーって言うんですけど、やっぱ親族はめっちゃ手強いんですね。これはよく言う、ひとりさんが言いよったんかな、織田信長ってね、織田信長って自分が住んでた尾張やったっけ、そこのね親族たちをこうしっかり抑えたら天下取るぐらいの実力がついてたんですねそれぐらい親族はやっぱ手強いし、合わないこう波動っていうかね、相性が合わない兄弟にはなるべく合わないようにただなんかうまく付き合えてますよ。こっちが合わないと思ってるっていうことは向こうも合わないと思ってるんですよね。それを無理やりこう合わんといけんと思って相寄ったら、どん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 仲悪くなっていくので、相性合わんけ合わんようにしようっていうぐらいにしとくと、なんかいいうまい付き合いになってますね。で相性の合う、ね、兄ちゃん姉ちゃんたちと付き合ってたらいいんでね。で思ってたら今はもう相性が悪い兄ちゃん姉ちゃんもいないんですよそう、これは本当にすごいなと、無理して付き合わないと思ったら意外とうまく付き合えるというね、素晴らしい。ひとりさんありがとうございますOK。 でそう、最近ねずっとね、収入を倍にして、仕事量を半分にするってね、いうことをよく最近言ってたんですけど、でそれからちょっと一ランク上げて、もう不労所得で生きるともうなんかきっちり稼いだお金も大事やけど、でももう一人で働くにはね、もうなんていう限度があるんでね、もう神様の力を借りて不労所得で、だから神様のお手伝いをじゃんじゃんバリバリやらないといけないですね。神様のお手伝いって何かっていうと、笑顔でみんなにいいことをしてあげるね、見返りを求めずに笑顔でポジティブな言葉でみんなにいいことをしてあげる、そういうことをしてると神様がよくやってるなっつって、不労所得をくれるっていうことが最近あったし、まあもう本当に不労所得はね、もうほぼ毎日っていうほどいろんなとこからやってくるので素晴らしいですよ。これはお金はもちろんのこと、いろんなものから来ますからね。例えばその公民館行ったらね、野菜をもらえたりとかね、
そう、すごいんですよ。お中元とか言ってね、みんながちょっとお金包んでくれたりとかね、なんかいろんなことがあるんでね、で最近は行政の方からちょっと免除みたいなのが、来たりして、ああすごいなと思ってね、ああってやっぱ言葉に出してるとね、いいなと思って、あ本当あれに書いとこう、ロッカーにね、ロッカーに不労所得で幸せに生きるみたいなね、不労所得を笑顔で受け取るとかねなんかそんなことを書いとこう、そうで最近昨日ねちょっと、話し合いがあって、まあ経営の個々の経営のことですね。いやそのね、まあ、絶対もうこれ言うとね、いや今までずっと言ってましたよって言われるんけやけど、改めてああやって見るとねはいはいって、ああ言われ、なんていうんですかね、やれって言われるならやりますよっつって、はいはいっつって、はいって言って受けようって受けてね、一生懸命で、やっと最近お金の流れも分かってきて、まあしっかりね、収支を赤出さないようにやってきたつもりが、いつの間にかよそで借金ができてるというね、まあそれも、まあ、会社の借金なんでね、もう返していくんやけど、はあやっぱしっかりしょかんと、そう、でも本当これがね、僕が経営者としてやっぱタフに、なんていう、いい経営者になるにはやっぱこれ必要なんでしょうからね、笑顔で、あいやもう分かりました大丈夫ですって言うしかないんですけど、本当笑いが出たおおって、うん、やっぱね経営ってなんかすごいですね、なんかね、うん、やっぱまあ本当これは本当に肝に銘じておかないといけないですね。いや、うん。で、ちょっとごめんなさい、分かりにくい話やけど、そう思った。気をつけんとなって、うん。で、一生懸命、そのお金は、まあ、会社の借金なんでね、返していかんといけんなって。俺、本当に、これだけは、理事長職、理事長としてのお金とか、もらってないのにどうするんかねこのお金はって言われてすごいなってね、ああ俺すごい世界できてるんやなってねはあすごいな、まあまあまあ本当これは全然ね、ちょっとパターン違うけど、俺本当いつも思うんですよね、そのお金とか、そういうのですごいなんかああって心がちょっと重たくなった時に、ざわついた時に、矢沢永吉さんのね、あの人は騙されて何十億、十億やったかな、の負債を抱えた時に、もう本当に病んだんですよね。だって自分が使ったお金じゃないのに、騙されて、そんくらいの負債を抱えたんですよね。でそれをもう返そうと思って、10年やったかな。で、ね、やりたくなかった CM の仕事とか、ドラマの仕事とか、いろんなことをやって、返して、で、ずっと、でももうやっぱ夜はお酒に逃げたんですよね、もう、うん、で10年後ぐらいにその飲み屋で電話がかかった時に、矢沢さん完済しましたって銀行から電話かかった時に、でそれまでずっとね空が曇りだったそうですよ、まあ心が曇ってたんでしょうね、ずっと曇ってたのが、その飲み屋さんからバーンって扉を開けた時にすごい青空やったそうですよ、その話を、で矢沢永吉さんもそうやけど、ちょっとここは名前出てこんけど、なんかいろんな著名人ってやっぱ絶対そういうねすごい負債を抱えるんですよね、自分がやった覚えがないようなことでね、でそれをでもしっかり返していってやってるんですよね。だからあれ誰かな、お笑いのね寛平ちゃんとかもね、それは自分でやってますよ、あの人はもうことごとく人のね保証人ばっかりになって踏み倒されて、保証人でねその借金をすごい抱えたりして、
でもそれでもちゃんと返していってね、返すから返すからっつってね、なんかその筋の人がね、楽屋のとこまでね押しかけてきたりとか、なんかルミネかな、その会場の前にね、待ち構え、あ、もう10分も喋った、やべ。でそれでもね笑顔でね、笑顔か分かんないけど返していって、すごいんですよねやっぱみんなね、そういう経験をしてるので笑顔で返していこうかなと思います。ね、よし、そんな感じですよ。これは何て書いてるか分からんけど、もういいや。今日のひとりさんはだからすごい、素晴らしい、ありがとうを言うから人間、地球上の動物でありがとうって言えるのは人間だけです。他の動物はたとえ物をもらっても親切にされてもありがとうって言いません。人間だけがありがとうって言える、本当に綺麗な言葉ですね。ありがとうって言葉は、ありがとうをたくさん言っている人の、本当に綺麗な言葉ですね。ありがとうって言葉は、ここで一遍ものか。ありがとうをたくさん言っている人の顔はなぜか神々しいほど綺麗ですね。最近鴨脇さんのもありがとうをなるべくコメントに入れるようにしてますね。です。だから昨日の出来事もありがとうですね。また俺を成長させてくれる。本当ね、NPO を閉めるって言った時も、それまで投資してたお金を返せって言われてね、いやいや、あなたたちが作った会社やんみたいなね。まあ僕も3年間ぐらいで、あなたたちが投資したのと同じぐらいのお金をね、使ってるんよねっつって、まあ許してもらった経緯があって、まあ、今回は許してもらうとかでも会社の借金ですからね、僕個人、まあ いや、ちょっと、今回のはちょっと頑張ってね、返していかんと、会社の売り上げからね、しっかり返していかんといけんのやなと、これが今回の俺の課題やなと、頑張ります。よし、ということで、昨日もね、いっぱいいろんな学びがあったけど、ありがとうっていう気持ちでいられるので、よかったねー、はい、ほ。ははは、ほっほっ、ははは、イエーイ、いいと、いいと、イエーイ。いや、ほんと、これでまた俺成長できるんやなって、またちょっとワクワクしてます。ね。大丈夫、手塚よ。大丈夫、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 なんとかなる、手塚よ。なんとかなる、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 なんとかなる。ついてる、手塚よ。ついてる、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 オッケー。高評価ボタン、チャンネル登録、体に話、メンタルに話、栄養の話、笑う話、小説のいっぱい載って、小説がいっぱい載ってます。よし、ということで、ね、いつの間にか12分も喋ってる、お利口ちゃんやな俺。お、じゃあ13分9秒、サンキューで終わろう。ついてる笑顔でにゃはん、プチ。